いらっしゃいませ。先日はすいませんでした。いえいえいえ。ちょっと自分でもどうしたらいいか分からなくなって、ちょっとああいう行動に出てしまったんですけど。いえいえ、そうですよね。お詫びという気持ちで、ちょっと今回また話してもらいます。いや、ちょっとした勘違いなんで、仕方がないですよ。あれですよね。女が苦手って。あ、ちょっと、いや、もう今自分の中ではなんて恥ずかしいことを言っちゃったんだ、ほんでなんて恥ずかしいことをしてしまったんだと。あれはもう今となっては笑い話なので、改めてこうやってご予約入れていただき本当にありがとうございます。今回もフルコースディナーでよろしいですか。はいはい、始まりました。はい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 。いや、ちょっと高級店じゃないですか。まあね、僕をむったに来れないような高級店。はい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 。なんで裸足なんですか。はい。いや、なんで裸足なんですか。なんでと言われましても、これ変じゃないですか。絶対変ですよね、これ。もし店、お客様の土足ですよね。はい。めちゃくちゃ気持ち悪いんですけど。それ前もちょっと僕気になってたんですよ。前来た時も、はい、なんかキンキラキンのなんかスニーカーみたいなの履いてませんでした。変ですよ、足元が。あ、昨日、はい、僕来た。ああ、そうですね、昨日は、そうですよね、黒と金のツートン。いや、変ですよ。スニーカーです。なんで、なんで今日裸足なんですか。まだ靴履いてくれてた方が。あ、気持ち悪いと思って。まあ、フルコースのディナーでよろしいですか。どうしようかな、これ。まあ、前あんなことしてるし、まあ、僕は気になりませんよって微笑むか、ブチギレて帰るかよ。なんかこの人、また二択で迷ってそうやな。あ、全然僕気にしないんでいいですよ、フルコースディナーお願いしますって言うんか、もう何事もなかったのに、あ、じゃあお願いしますって言いそうやな。まあ、失礼やろ、これお前。思ってる二択とちゃうねんな。なんでお前話してんねん、これ。この人の二択知りたいわ。お前めちゃめちゃおかしいぞ、カッコ、これ。これは、俺なんで金払うと、こんなお前話のペタペタペタと荒れてる間にお前料理運ばれたわかんねえ。なんで二択、どんな二択なの。なんちゅうレストランや、これお前。なんだ話やな、お前。信じられんわ。二度と来るかい。俺はこのレストラン、二度と来へんからな。どんな二択やったんやろ。チャンネル登録、よろしくお願いします。うえー。ジャルジャルタワー。